荒野の果てには、朝日放送制作の必殺シリーズ第一作、必殺仕掛け人の主題歌。クリスマスキャロルの一つで、キリスト教においては、聖歌賛美歌となっている楽曲である。以下に象述する。キリストの降端を羊飼いに告げる、天使荒野の果てにとは、クリスマスキャロルの一つで、キリスト教の教会においては、聖歌賛美歌でもある。この歌は、 16世紀に遡るフランスの伝統的なキャロルが元となっている。英語で一般に使われる歌詞は1862年にジェームズ・チャドウィックが翻訳したものである。フランス語での現代であるレアン・ジュダンノス・コンパニアとは我らが牧場にて天使がの意味である。英語ではエンジェルス・ウィーハブ・ハード・オン・ハイと訳されている。英語の翻訳の場合も元のフランス語の歌の場合も 最初の、お使いたちは、二行目に続く歌詞の仕語となっている。フランス語の場合、レアンジュダンノスコンパニア、ONT エ,エンタンエル、イムヌレシューと続き、我らが牧場にて、お使いたちが、天より聖果を歌い始めりという意味になる。チャドウィックによる英語の翻訳の歌詞では、エンジェルス・ウィーハブ・ハード・オン・ハイ、スウィートリー・シンギング・オー、ER ・ザ・プレーエンズとなり、 意図高きところに、我らは聞きたり、お使いたちが、牧場を越えて、甘美なる歌を歌いしという意味である。このクリスマスキャロルは、グロリアのチューンで普通歌われ、英語では、エドワード・シッペン・バーンズが編曲した曲で歌われる、ことが多い。英語で一般に使われる旋律は、上記のバーンズのものであるが、バーンズの曲の特徴は、ラテン語で歌われる、部分の、 グロリアイにエクスチェルシスデオの歌い方に特徴がある。この部分はメリースマを使った長く続く旋律の工程以降が独特で印象的である。グロリアイにエクスチェルシスデオはグロリアイにエクチェルシスデオであるが、このグロリアを長く伸ばしてメリースマの旋律を歌う。このようにグロリアの中の尾の部分を長く伸ばして歌う。日本語訳ではカトリック教会の カトリック聖歌集にある、アメノミツカイノが有名である。クリスマスミサでの司祭態度の歌としてよく歌われている。カトリック聖歌集以前の公共聖歌集では、アフゲやアフゲというタイトルであった。第2バチカン公会議後に発行され、現在のミサで主流となっている、天霊聖歌集もしくは、カトリック天霊聖歌集では、日本人作曲のものという編集方針のため、 この曲は含まれていない。しかしながら、クリスマスキャロルの日本語聖歌が大変少ないため、よく親しまれている、この聖歌が用いられている。また、プロテスタント系である日本キリスト教団の賛美歌などでは、荒野の果てにというタイトルになっている。このタイトルは、賛美歌21でも継承されており、他方、聖歌と聖歌では、 気になるイエスは今生まれ雑死ぬというタイトルとなっている。なお、カトリック聖歌集、公共聖歌集、賛美歌、いずれも最初の行から歌のタイトルが取られている。カトリック聖歌集では121番、公共聖歌集では36番、また、賛美歌では106番で、同じ日本キリスト教団の賛美歌21では263番。 そして日本福音連盟の聖歌では138番に、聖歌の友者の聖歌では86番に、日本聖公開聖歌集では91番に割り当てられている。賛美歌106番、荒野の果てにと呼ばれることも多いが、これは日本の日本キリスト教団賛美歌委員会が編纂した賛美歌での番号である。ありがとうございます。